それでは早速宝塚大学東京電機大学ワクチンチームの作品でご飯を作ろう。 Let's take it out。
学東京サウアーズチームの皆さんの作品で余白でした。大きな拍手を送ってください。ありがとうございました。さあ残るあと2チームとなりました。それでは15番目のチームを呼びたいと思います。日本工学院八王子専門学校アミューズチームメンバーです。大きな拍手を送ってください。さあ、チーム代表は新谷優吾。どうでしょう。今回の作品なんですけれども、